まずはリターンをですねしっかりと出すということを最重要視してですねやらせていただいてますので、我々としても特色を出していかなければいけないところだなというふうに思ってますので、スタートアップ同士 TV。 はい、皆さんこんにちは、スタートアップ同士 TV ガゼルキャプテンの石橋です。今回もですねこの番組は変化さんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。変化さんいつもお世話になってます。今回もですね前回に引き続きましてグリーベンチャーズ代表取締役社長の相川さんにご出演をいただいておりますので、相川さん今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。前回そもそも相川さんがどういうお人なのかってところをお伺いしてきたと思うんですけれども、改めて2015年頃からグリーグループというべきなんですかねの投資部門にも干渉されていらっしゃって、2020年にグリーベンチャーズという形で CVC を新しく作られていらっしゃると思うんですけれども、グリーベンチャーズさんとしてはどういうラウンドのあのスタートアップの方中心に普段って投資ってされていらっしゃるんですか。グリーベンチャーズとしてはですね、はい、時価総額でいうとですね、20億円以下ぐらいのところにやらせていただいていることが多いです。特にリードにこだわってるわけではないんですけども、はいはい、5% 程度入れさせていただくことが多くてですね、1億円から数千万円ぐらいの間でですねやらせていただいていることっていうのが多いです。時価総額としてですね3億円とか4億円とかですね、はい、そういう会社さんにもやらせていただいていることが複数ございますので、初期のところからシリーズ A ぐらいのところですね、そういうところを中心にやらせていただいているような次第です。逆にそのリードもやられるんですか。リードはですね今のところはやってないような感じになってます。やらないって決めてるわけではないんですけども、はいはい、結果的にじゃあフォロー投資がまあメインでやってらっしゃる。そうですね、現状そういう形になってます。そういうフォロー投資メインでやってる場合に、投資先の方々にその投資後にどういうコミュニケーションを取っていらっしゃったりとか、グリーベンチャーズさんとしてなんかサポートしていらっしゃることで、ハンズオンオフでどういうスタイルなんでしょうか。リード投資家の方もいらっしゃいますので、そういう方々がメインではサポートさせていただきながら、我々としてもですね次の投資家の紹介ですとか、あとは日常的なところのですねサービスに関する事業に関する相談などに乗らせていただいていると、そういうことをやらせていただいています。ちなみに例えばシード時期とか割と早い時期に出資していらっしゃったとして、その次以降のファイナンス等にあのグリーベンジャーさんまた追加で投資していくみたいなことも全然ウェルカムみたいな感じなんですか。ちょっとそこのところは悩ましいところがあってですね、はい、我々1号ファンドで実はファンドサイズもあまり大きくもないので、なかなかそこのところができてないっていうのは現状ではあります。ただまあ今いろいろなですねスタートアップの方とお話しする中でですね、そこのニーズっていうのはまあ当然ながら大きいわけなので、なるほどですね。投資領域が、まあ、まさにそのグリーさんという冠がついているわけですけど、何か偏りがあったりですとか、例えばじゃあエンタメによっていたり 2C によっていたりとか、なんかそういうものって あるんでしょうか。グリーベンチャーズの CVC 的な色合い点もあるんですけれども、実はですねグリーの既存事業とのシナジーっていうものについては全く考慮はしないということでですね、はいはい、やらせていただいてます。まずはリターンをですねしっかりと出すということを最重要視してですねやらせていただいてますので、そういう意味では特にエンタメ領域に厚く投資しているということはないですね。なるほどですね、はい、グリーベンチャーズさんという名前からすると、もしかしたら視聴者の方も知っていらっしゃる方多いと思うんですが、グリーグループという単位で見ると、ストライブさんもまあ VC としてやっていらっしゃると思うんですけれども、ストライブさんとグリーベンチャーズさんって何が違うのというか、まあ、そもそもどういう住み分けやってるのみたいなのって、おそらく聞かれること多いと思うんですけど、はい、改めてそこの感じってお話いただいても大丈夫ですか。はい、もちろんです。グリーによる投資っていうのがかなり複雑というかですね、はい、いろいろなところから投資をさせていただいているというところがあります。まず一つがですね、まあ、CVC による投資というのがありまして、はい、でこの CVC の中には CVC 系と言ったらいいのかもしれませんけれども、グリーベンチャーズもありますし、はい、グリーの 100% 子会社であるストライブもありますし、あとはですね GFR っていうアメリカのですね CVC っていうのは実はあります、まずそれが一グループありまして、もう一つがですねグリー LP ファンドというのがありまして、これはですねグリー本体からいろいろなですねベンチャーキャピタルさんに投資をさせていただいているというのがあります、これはですね日本だけではなくアメリカも含めて今まで約50のですね、ファンドの方に投資をさせていただいているというのがございます。もう一つがですね事業提携を伴う投資というのがございまして、例えばグリーのゲーム事業によるブシロードさんへの投資ですとか、あとはリアリティっていうですね VTuber 事業に関するところにですね事業提携をしながら投資をしているというところがあると、大きく分けるとそれ3つのグループがあるのかなというふうに思ってます。でその CVC 的な中にですね、あるのがグリーベンチャーズとストライブ、両方とも日本で活動しているというところもありますので、若干分かりにくいところっていうのはあるのかなというふうに思います。ストライブさんについては外部の投資家さんからもお金を預かりながら
投資をさせていただいているというところが違いとしてはあります、うんうん、グリーベンチャーズについてはですね、基本グリーからの資金のみでですね投資をしているというところがありますので、お金の出どころっていうところがですね、うんうん、違うというのがあるのかなと思ってます。ただですね、両方とも狙ってる領域であるとか、うんうん、そういうところについては基本的には特に差がないということになりますので、ぜひですね起業家の皆さんにあたってはですね、うんうんうん、両方とも会っていただいてですね、気が合いそうなところとやれるといいのかなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちなみにあの概要欄の方にですね、以前あのストライブの根岸さんにご出演をいただいた回もあの URL 記載をさせていただきますので、ぜひ双方見ていただいて、それぞれの特徴はやっぱり違うのかなとは思いますので、ぜひどちらの VC さんにもご面談等をいただくといいのかなと思っております。ちなみに案件勝ち合ったりしないんですか？案件勝ち合ったりすることっていうのはたまにありますね。両方が検討してるけれども、結果本当に勝ち合うっていうよりはどちらかがやっぱやめるわとか、はいはいはい、っていうことも多いので、本当に取り合いっていうところまでなったことっていうのはないのかなと。逆に両者から入ってるケースもあるんですか？現状ないかもしれないですね。ルールが決まってるわけじゃなくて、はい、まあ、結果今はないっていう感じなんですね。そうですね、はい、ただまあですね、いろんな制約もあって、はい、両方から出す場合については、例えばストライブさんは LP の合意が必要とかですね、一、うん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 、つステップが必要になったりとかですね、そういうことはあったりはするみたいです。なるほどですね、はい、ありがとうございます。ちなみにその、まあ、グリーベンジャーズの先ほど、まあ、チケットサイズであるとか、うん、まあ、20億以下というのが基本フォーカスだってお話もいただいたと思うんですけれども、うんうん、例えばこういうところの出資をしてるみたいな分かりやすい事例みたいなものってあったりするんですか？ジャングル X っていうですね、スポーツベッティングの会社さん、非常に可能性あるなと思って投資をさせていただいたりですとか、あとはですねアッピファイっていうですね会社ございまして、ベースであるとかショッピファイであるとか、そういうところにお店を出しているですね店舗さんを独自アプリにするというですね、まあそういうところにやらせていただいたりはしています。どちらも我々として非常に期待している案件なので、今後の成長っていうのはすごく楽しみにしているところです。ちなみにそういった起業家の方々ってどういったルートで最初はその接触というかご縁を持たれていらっしゃるんですか？先ほどですね少しお話をいたしましたけれども、グリー LP ファンドというのがございまして、うんうんうん、我々グリーからですねいろいろな独立系のベンチャーキャピタルさんに投資をさせていただいているというのがございます。そちらのですね事業の責任者というのも私の方が担当しているということもありまして、うんうん、外部のベンチャーキャピタルさんと連携していろんなご紹介の案件をいただいてですね、そこで良いものに対してはグリーベンチャーズから投資をさせていただくと、そういうことをやらせていただいていることが多いです。そういった形でご紹介いただいて面談を例えば相川さんとしていただいた後にどういったプロセスを経てどのぐらいのスケジュール感でオファーをお出ししたりとか意思決定までみたいなところって行き着くぐらいなんですかね？グリーベンチャーズの意思決定としては、はい、私とですねあともう1名で構成されている投資委員会の方で決定の方をしています、うんうん、もう1名はですねグリー本体の CFO である大谷というものを務めておりまして、だいたいですね2週間から1ヶ月程度でですね意思決定の方ができるようにですね、はいはい、やりたいなというふうに思っています、はい、CVC さんにしては表現悪いかもしれないですけど、うん、仕切りすごくスムーズですよね。そうですね、はい、そこは我々としても特色を出していかなければいけないところだなというふうに思ってますので、うん、独立系の皆さんに負けないレベルのですね小回りっていうのをやりたいなというふうに思ってます、うんうん、先ほどご紹介がメインだってお話いただいたばかりなんですけど、うんうんうん、これ見ていただいてる方々が、はい、相川さんのグリーベンチャーさんにお話聞いてもらいたいなって思ったらどういうルートをたどるとたどり着けるんですかね、はい、いろいろありますけどね、はい、Twitter でも Facebook でもいいですし、たまにじゃあそういうのからご面談するケースもあるんですか？あ、全然ありますよ。そうなんだ、はい、グリーベンチャーズのですねウェブサイトの方からも問い合わせのルートっていうのがございまして、はいはい、そちらの方も毎日いくつかご連絡いただいてますので、うん、いろいろな面談をやらせていただいているような状況です。承知しました、はい、グリーベンチャーズさん そのお問い合わせフォームの URL ですとか、はい、相川さんご自身の SNS の URL もちょっと概要欄の方に載せさせていただいておりますので、はい、ぜひこのお話を聞いて出資検討してもらいたいなとか、自分たちのバリエーションまだ20億以下だし、うん、これからまあリードは決まったがフォローの投資家を集めていかないといけないなみたいなステージの方はまさにぴったりなんじゃないかなと思っておりますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回も相川さんご出演いただきましてありがとうございます。ありがとうございます、皆さんも最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったなと思っていただいたらチャンネル登録ですとかグッドボタンもお待ちしております。それでは、皆さん次回の配信でもお会いしましょう。さよなら。